食草園がいざなう昆虫と植物の駆け引きの妙、監督の村田秀勝監督、今日お越しいただいていますので、今からお話を伺っていきたいと思います。村田監督、よろしくお願いいたします。はい。はい、お話を伺っていくというふうに今言ったんですけれども、私が質問をしながらというよりは、まずは監督にお話をいただきまして、そして皆さんからの、ね、ご質問なども受け付けていこうかなと思っておりますので、まずは村田監督のお話を聞いてください。それではお願いいたします。はい、本日は皆様ご来場並びに長時間ご視聴いただきまして、さらにトークにもご参加いただきまして誠にありがとうございます。恐れ入ります。はい、私は村田秀勝と申します。で、この作品の監督ですけれども、同時にご覧いただきました、映画の舞台である JT 生命史研究館のメンバーでもあります。ご覧いただきましたように、普段は生き物とその研究を伝える展示や機関誌や映像をこしらえております。ちなみに、研究館で私が所属している部署の名前はテロップでもちょっと出てましたけれども、日本語で表現を通して生き物を考えるセクターという名称の部署になります。生き物研究の成果を単に伝えるのではなくて、いろいろ工夫を凝らした表現した作品を通して、たくさんの方々と一緒にもう一歩先を一緒に考える、生きているってどういうことかを一緒に考えていこうということを行っているわけです。今日は湯布院文化記録映画祭という晴れの舞台にお招きいただきまして、誠にありがとうございます。少しいただきましたお時間の中で、今回の映画にまつわる表現のお話をさせていただきたいと思います。そしてちょっと最初に一つですね、私の映画上映後のトークはこれがないと始まりませんので、ちょっと失礼をさせていただきます。よいしょ、置いときまして、はい、すいません、失礼しました。大事なお道具なんですけれども、ちょっと今日は立って失礼いたします。包丁よほもさそわよれなほまほしほこよやえ山吹も隔てぬ梅のって続いていくんですけれども、今ご覧いただいて、なんでこんなことしたかというと、最後ね、お堂のところで真ん中で小鼓打ってたのは私でございます。はい、本当はあそこ自分がこう、T シャツ着ておもろにこう構える、お堂を構えるバストショット入れてたんですけど、これ一応最後館内で研究館の中でレビューやった時に、村田君これは生命史研究館の作品だから村田君の個人作品じゃないから、あんまり出過ぎるのはどうかと思うよって言われてカットしちゃったんです。それで分かりにくくなったんで、こうやって実演をさせていただいています。これ練習用のお道具です。で簡単になるんで、本当は牛さんの皮、子牛さん、小鼓はですね、で中のお堂、音が響くくり抜いたら、これ桜の木をくり抜いたものです本来は。でこれ麻紐、何が言いたいかっていうと、牛と桜と麻、全て自然からいただいたものです。で映画に出てきた大倉源次郎さん先生なんかのお道具は、お堂なんかは織田信長の時代のやつを未だに使われているそうです。で革は小鼓だと10年20年持ちます。鳴らせば鳴らすほど音が響きが良くなって、まあ革とお付き合いをしていくということで、まあ、やっぱり生き物といただいたものを時間をかけてお付き合いしていくっていうのは、まあ、生命史研究館としてもですね、大事なことかなと、まあ、そんなことでですね、少し、ちょっとあれか、
これは、道具はちょっと下に置かせていただきまして、はい、で少し小鼓のお話をしてしまったんですが、あの映画のラストで出てきました、ちょっと座らせていただきます胡蝶という曲は、それの一節でした。まあ、あそこで映ってたのは私ですというお話をしたんですが、もちろん私はあの小野は素人です。で、周りで演奏されてたプロの先生方にお手合わせをいただいた時の練習会の映像だったんですけれども、これを今回の作品のラストに使おうっていうのはもうかなり早い段階でそう決めてました。誰に何と言われても、うん、で、この映画を作っている間、いろいろ出てきた小さい虫たちを野原に出て撮影したり、あるいは、パソコンでこもって編集している間、頭の中ではずっとあの謡曲が鳴っていたっていう、まあそういう感じです。で、胡蝶という曲はだいたい室町の頃の、作で、まあ蝶の精霊、蝶の精霊の物語です。人間が高貴な花、香りのいい高貴な花として昔から愛でている梅の花に、縁がなくこの世の一生を終えてしまって無念に思っている蝶の精霊が現れて、で、旅の僧と出会ったそのご縁によって夢に見た、梅の花の周りをこう舞い遊ぶという、まあ、ハッピーエンドの物語なんですけれども、これ今のはだから室町のお能の物語のお話をかいつまんでお話ししましたが、実際に蝶々は毎年冬の間さなぎなどの姿で静かに冬を越します。で、春暖かくなりますと羽化して蝶になって、まあ、見られるようになると。で、研究館のある大阪とここ湯布院とでは少しタイミングは間違ってくるとは思いますが、だいたい蝶がひらひら見えるようになるのは3月の、まあ、中旬くらいからかなと思います。で、3月中旬というのはこの歌いで言うと、まあ、八重山吹雪もって八重山吹雪、山吹が咲く頃がだいたい3月で、で、梅の花の盛りというのは、まあ、1月2月ですから蝶は見たことがないという、まあ、物語の一応設定になっています。ただ最近温暖化とかいろいろある中で、ひょっとすると幸か不幸か梅の花を待っている蝶々というのが日常的に見られる現代かもしれません、うん、で、お能の成立は、大体室町頃で、能を大成したといわれる世阿弥が、1363年生まれ、私のちょうど600歳年上なんです、うん、ちょうどで、そこから現代まで連綿とお能の曲が150とか200とか語り継がれているわけです。で、映画の中では大倉源次郎先生が語っておられましたように、お能には本当に万葉に始まる日本の和歌の世界や歌物語、それから平家物などの戦物語の世界がたくさん詰まっていて、で、その曲をどのように演奏するか表現するかということは、これは師匠から弟子、世代を超えて、まあ、生きた芸能として、受け継がれて、でそれがまあ600年続いているということになるわけです。で、私は生命史研究館の視点からこれを知った時に、これはまさに生き物が細胞から細胞へと世代を超えて DNA を伝えているかのようだと本当に思いました。で、全ての生き物は生命誕生以来それぞれがどのように生きるか、どのように表現するかという、まあ、レシピのようなものを記したゲノム DNA、 これを38億年もの間語り継いで、少しずつ変化させながら受け継いで現代まで続いているわけです。ですから DNA に書いてあることはある意味で、まあ、単なる情報に過ぎないんですけれども、生き物にとって大事なことは生きている間常に忙しく細胞の中で DNA の情報を読み出して、そこからさまざまなタンパク質を作り出して、分子と分子が互いに関わり合いながら多様な細胞を生み出す、筋肉細胞であったり神経細胞であったり分泌細胞であったり、それらのさまざまな細胞同士が協調し合っていながら
例えば私という、まあ、個体を生きているわけです、今も。ですからつまり細胞が DNA を演奏している、 DNA に書かれた言葉を声に出していつも歌っているそれが38億年続いているんだっていうふうに私は思っています。うん、で、おのおで DNA に当たるものとしては、歌いの言葉書きや囃子方の演奏の手付けなどの、まあ、書いた本があるわけなんですけれども、ここでもやはり書かれたことは単なる情報であって、それをどのように声にし歌いにし音にしていくか、これは能楽師の先生から能楽師へと世代を超えて実演として伝わるほかはないわけです。で、これさらにおのおの舞台というのは同じ曲でも上演されるごとに表情表現が異なってまいりますので、まあ一回生と申しますか、こういうところも生き物にそっくりだなというふうに、まあ、思っています。で、私はそんなふうに思いながら、おのおという芸能の継承のされ方と生き物の歴史の成り立ちというものに非常に重なるものを感じながら、この5年ほどに過ぎないんですが、あの囃子方のおのおの大蔵流の、まあ、大阪の先生に素人弟子として、学びまして、その中で、まあ、歌いにも触れて、まあ、おのおの世界の深さに、見入られながら、その入り口のあたりをですね、素人としてうろうろしているということになります。で、まあ、生命史研究館では生命科学の実際に生き物を扱った実験研究を行っています。で、それは私じゃなくて研究セクターの人間がそれをやっています。で、そこから見えてきた生き物や生き物研究、こんな面白いよっていうことをですね、誰もが楽しめるような形の作品として表現する、まあ、これが私の仕事なんですけども、そのことによって、まあ、私たち人間も生き物であって、いろいろな生き物たちとのつながりの中で生きているんだということを、まあ、日常的に皆さんと一緒に考えたいというふうに思っています。それで今日本当たくさん来ていただいて、全ての方に渡ってないかもしれないんですけど、これを受付でお渡ししました。はい。で、これの最後のページにこういう絵が載っています。で、これをちょっと、まあ後ででもいいんですけど、ご覧いただきながらお話を聞いていただきたいんですが、まあ、これが生命史研究館の表現の象徴的な一つです。で、これ扇の形をしています。下のところ扇の要とんがっているところ、これ38億年前に、最初に地球上で生まれた細胞、最初の生命、膜で囲まれて遺伝情報を持っていたと考えられています。で、扇の穂のところ、縁のところ、上のところ、これが現代の、地球上で見られる多様な生き物の世界です。バクテリアもキノコも植物も動物もあれば、もちろん人間もこの中にあります。で、大事なことはこの扇の下の原点から扇の縁の全ての生き物まで距離が等しい、時間の表現なんですけど38億年、だから今朝お味噌汁に浮かんでたわかめも昨日焼いて食べたお魚も全部細胞でできてて、その細胞の中には38億年その生き物が生きてきた歴史が刻まれていました。それを私たちはいただきますと言っていただきました。まあ、そういうことなんですね。ですから本当に人間も他の生き物と同じ命の重みでこの地球上に存在しているということを、まあ、細胞生物学やゲノム科学が、まあ、私たちに教えてくれる。本当にこれ時間が下から上に進んでまして、これ生命史絵巻っていうと普通右から左に一直線に時間が進んでいくんですけれども、これは下から上に進んでいて、しかも生き物が持っている時間っていうのは時間が進むほどに扇形に開いていく、多様化します。いろんな生き方があっていいんだよ、細胞からゲノム DNA をコピーして世代を受け継いでいくうちにちょっとずつ玉坂エラーがあって変わります。で、変わった遺伝情報が生息環境が変わった時に探査が役に立つ、そのことによっていろんな生き方が生まれてくる、手足を持った生き物もいれば羽を持った生き物もいる、光合成をして生きる植物もいる、俺は単細胞のまんまで生きているのが幸せさっていうのもいる、いろんな存在の仕方があっていいんですよ。それは人間社会だけじゃない、生き物の世界として多様さを認め合って関わり合って生きていこうっていうのが生き物の世界の基本的な価値観であるというふうに思っています。で、
まあ、生きているっていうことの基本はですから細胞です。今でも38億年前も細胞をバラバラにすると、まあ、物質です。タンパク質とかリン脂質とか核酸っていうのは物質です。たまさかそれが集まって生き物という秩序の成り立ちがなぜか38億年前に一度生まれて、それがずっと続いてる。38億年生きてるんです。本当に一度も途切れてない。絶滅して死んじゃった生き物はもういないけど、本当に祖先から38億年続いてるっていうことが、うん、結構実は普段イメージできないんだけど大事なことかなって思ってます。で、細胞の話なんですが、映画の中で永田和弘館長が、館内のレクチャーの中で細胞のお話をされていたかと思います。で、永田館長は、細胞生物学者であると同時に日本を代表する歌人の一人、五七五七七で歌を詠む、まあ、言葉のプロなんですけれども、彼が、まあ、館内レクチャーではその細胞について、で研究が進んで細胞について、まあ、その中で働いている小さなタンパク質や DNA について、DNA についてたくさん細かいことがいろいろ分かってくる。日進月歩で研究技術が進んで部分的な細かい理解がたくさんできて出てくるんだけれども、実は私たちはまだ人工的に細胞を作ることはできません。なぜかっていうと細胞について分からないことがまだたくさんあるからです。うん、ですからここで大事なことは私は謙虚さであるというふうに思っています。で、研究で大事なことは、まあ、分かる原因と因果を、結果を結びつける因果関係を再現性があるように研究して解き明かして積み上げていくんですけれども、大事なことは何か一つ分かったときにその周りに分からない世界があるっていうことが見えてくる。そのことが多分一番大事で、ですから研究官の表現でも全て分かったことを伝えるんじゃなくて、そこと合わせてこんなに分からないまだ世界が待ってるよっていうことをやっぱりちゃんとお届けする、そういう表現をまあ心がけています。ですから自然界というのは本当にまだまだ分からないことにあふれていて、おそらく分かったという人間の理解の形には自然は入りきらないんだろうというふうに私は思っています。で、ここでもう一度お能の話になるんですが、万葉に始まる和歌の世界、歌物語、草物語の世界、たくさん詰まっているお能の中、お能の世界、そこにはやっぱり、まあ、具体的なドラマ、人間同士のままならない葛藤であったり、まあ、虫が鳴いたり草が咲いたり、自然四季の変化の中で恵まれ、四季の変化に恵まれたやはり風土に培われたその固有の文化というものが、まあ、入っている。で、そこから何かその分からないことに囲まれた中で分からないままにいかに生きていったらいいかという何か正しい知恵じゃなくて賢く生きる知恵が、そういうやっぱり古典の芸能の物語の中には詰まっていると私は思っています。そこから学ぶべきことはたくさんあるんだと思っています。つまり分かるということを追求する科学という方法だけではなくて、分からないことを引き受けてどのように生きていったらよいかという、その両方を大事にしたい、そんなことを思いながらこういうへんてこの作品をこしらえました。はい。で、私は現代の映画という、まあ、表現も物に限らず古来の芸能ごとの変遷延長の上にあって、表現の歴史というものも生き物の歴史のようにつながっているんだというふうに思っています。で、基本はやっぱり声に出す、音に出す、そこから意味もリズムもメロディーも生まれて、そこに、まあ、視覚情報、身体的な運動性も伴って作品ごとに固有の時間と空間を編み出す、立ち現れる、その実現の方法が多分時代とともに多様化してきたんだというふうに思っています。今私はこうして、まあ、拡声器を使ってますけれども、声に出して言葉を声にして皆さんに語りかけるということをしていますけれども、声
声にするということが、やはり私は表現の最も基本だと思っています。声にすることで私は皆さんに働きかけて、そのことによって何がしか世界に少しでもアクセス変えていくことができる、これがやっぱり表現するっていうことの元々の意味かなと思っています。で、なんかちょっと抽象的なんですけど、具体的に今日常の暮らしの中でも小さな子どもの成長を見ていると本当にそのことを実感します。片言でね、話し始めた頃の子どもが、まあいろんなもの欲しがる。で、例えば、あ、またバナナ欲しがってるなと思って、あ、バナナねって言うと、言わないで、僕が言うんだから先に言わないでって言うんですよ。あ、だから渡さないでじゃない、言わないでって言うんですよ。つまり声に出すっていうことは、その言葉が指し示す実態を自分が制御するんだっていう、そういうものすごい主体性の発露のやっぱり現象的な形なのかなっていう、なんか難しく言うと、だからそれはすごく子供に教えられるというか、うん、だから声にするって本当に自分が世界を変えるんだっていう実践の第一歩かなと思います。だつまりおのおでもその神様、あれですよね、だからおの以前にもその神様に神社で栄え使える神官の方が祝詞をあげる、祝るっていう、祝るっていうのはやはりその神様を背景にしながらも祝ることによって世界を司っていくっていう、そういうやっぱり実際の働きがあったんだと僕は思うんですね。だからおのおの中にもそういう神様の話もあるし、仏様の物語もあるし、古事記以来の神話の物語、たくさんそういうものがおのおの世界の中には入っています。で、お能に限らず、ヨーロッパでも何万年も前に旧石器時代の洞窟に壁画がね、ラスコーとかいろいろ証明とか残っていると思うんですけれども、あれを見ると当時の人々はあそこで祭祀を、祈りを行っていた場所だというふうに今考えられています。それは洞窟の中で壁画が描かれている場所というのは、音響調査によると非常に音の響きが良いそうです。だからこうするとすごく響く場所に絵が描いてある。だからおそらく当時の人々が、修行を採集して命を奪ってしまった動物をそこに描いて、で壁画の前で、声に出して音楽を演奏して、骨笛とかね、あとその踊って、祈りをあげていたんじゃないかなと、これはもう証明はできないんですけど、いろんな研究者の話を伺いながら、私としてはそうに違いないと。で、それによって奪った命への鎮魂、それから明日もまた獲物に出会えますようにっていうのは豊かさへの祈り、そういうことを行う場所だったんだろうなというふうに思っています。で、今日の会場は湯布院ラックホールという、もう非常に新しい立派な劇場なんですけれども、私はよく映画館の暗がりの中でスクリーンに向かって座った時にこの洞窟の話を思い出します。映画館とか劇場というのは多分現代の祈りの場所なんだと僕は思っています。で、今日の映画は、生命史研究館の記録映画の実は第2弾なんです。で、第1弾は実は今日、DVD ブックでも販売してるんですけど、2015年の、水と風と生き物と中村恵子生命史を紡ぐっていう、作品なんですけれども、これも DVD がついてると一緒にこうやっていろんな場所でトークさせていただいたお話のテキストも入ってるんですけども、この中で、写真もちょっと入ってるんですけれども、劇中劇、これかな、セル引きの豪手っていう、この映画の中で生命史を表現してるんですが、その中で劇中劇で、セル引きの豪手、宮沢賢治の、それのメイキングが出てきます、本番の舞台も。で、この舞台は、実は生命史研究館が20周年の時に取り組んだ舞台だったんですが、ここで舞台の上で当時の中村恵子館長と一緒に私は、語りを務めました。猫かっこ子だぬき、それからネズミのお母さんっていう動物の役なんですけれども、
これを行って、まあ、20周年の催しで上演した後、国内で4回演劇として上演して、なんとチェコの演劇祭にも招待されて出向いていって公演をしました。でその時の経験から私は本当に表現の基本っていうのはしつこいんですけれども、自分の身体から声を発して何かを伝えるっていう、こうやってオーラルに語るっていうことが多分表現の基本だろうというふうに思うようになりました。で、実は、セロ引きの講習に、取り組んでいた時にもう一つ思っていたことがあります。で物語で主人公ゴーシュがセロを弾いているのは、当時の活動写真館という、まあ、設定です。でこれは、まあ個人的なことなんですけれども、私 の, あの母方の、祖父おじいちゃんは東京で一時当時活動写真館の支配人をしていたということです。聞いた話です。私が知ってるおじいちゃんはもう酔っ払って警備員やってましたけど、一時、支配人だから楽器をね何でも扱えたんだそうです。でおばあさんのお兄さんは活弁で竹本翔子っていうんですけど、活弁答弁士でした、うん、で今も浅草の浅草寺の境内に、映画弁士塚っていうのがありまして、そこに、まあ、当時活躍していた、まあ、徳川無生なんかをはじめとする活弁100人の名前が刻まれていて、確かに刻まれておりまして、まあ、先日ですね、まあ、湯布院が成功しますようにとお参りをですね東京出張のついでにしてまいりました。はい、で今日は監督ということでお招きいただいてお話しさせていただいてますけれど、もうまあ、私が本当に表現研究館でいろんな表現やってる中でやっぱり映画っていうことにこだわってるのは一つにはやっぱり自分自身が若い頃学校行かないで映画館ばかり行って、通って、育った自己形成したっていうこともありますが、やっぱりそれで映画っていうのは劇場でスクリーン、今 DVD とかインターネットとかありますけど、やっぱり劇場で見ず知らずの人と肩を並べて暗がりの中で作品がスクリーンにかかった時に初めてやっぱり映画になるっていう、やっぱりそういうふうに強く思っておりますので、それはやっぱり先ほどの洞窟の話にも重なるんですけれども、そういう映画体験上映の場というのをとても大事にしたいというふうに私自身も強く思っています。ですから今回の作品も、まあ、監督と言われれば確かにそうなんです。ちゃんともちろん責任は持ってるつもりです、作品に。だけれども、大事なことは映画が完成したところがむしろ始まりで、そこから私は監督というよりは配給担当、営業担当として、全国津々浦々のミニシアター上映会の方々と、まあ一緒に上映しましょうということをね、やっていく。でこんなことできますよという提案をして、それがやっぱり一番やりがいあるし面白いし大事なことだなと。だから本当に今日も大変呼んでいただいて感謝しています。はい、でそういうことで、さっきは子供さんもいらっしゃってもういなくなられましたけど、今日は蝶々が研究の話を期待されていたお客様には大変申し訳ないような話なんですけれども、少しだけちょっと、最後に研究館の話を。で、で私これね、記録映画っていうふうに紹介、時間大丈夫まだ、はい、大丈夫、はい、記録映画、ドキュメンタリーっていう言葉は使わないようにしています。記録映画ですっていうふうにご紹介しています。でなんかドキュメンタリーっていうと言葉の原意にはないんですけど、やっぱりそのなんだろう、普段見れない裏話にこう踏み込んでいくみたいな、葛藤があったりドラマがあったりっていう、そういうなんか強いファッションを要求されるようなところがあるんですけれども、やっぱりそういう意味でのドキュメンタリーじゃなくて、まあこれは記録映画だなと。本当にご覧いただいたようにあんまりそんなドラマもなくてですね、ただ研究館の日常を淡々と映していて、それによってお話が進んでいくというような、まあ、ある意味申し訳ない内容なんですけれども、それはでも私が伝えたかったことが実はそういうこと、研究館に流れている日常の空気みたいなものを
映画という形、映画だからこそできる表現だというふうに、まあ、私自身も20年以上研究館で仕事をしていて、なんかいつかそういう形でと思っていて、やっぱり中にいると中にいる人たちはなんか自分がやってることは当たり前だと思って、単なる日常だと思って毎日のことをやってるんですけれども、研究も表現も結構普通の人から見たら珍しい、変わったことをやってる変なところだなっていうのはまあ思っておりましたので、でもちろん大事なことをやっているとは思っているんですけれども、なんか表現としてはこう日常のなんか何でもないような素振りの中から大事なことを汲み取ってもらえるような、そんな作品にしたいと思って今回の作品を作りました。で実際にテーマになっている、まあ、腸と食槽ということでも、人間から見たら日常の何でもないようなところに腸腸にとっては命の絆、大事な食槽も生えていますし、まあ、人間がいくらブロックで町を作ってもブロックの隙間で命を育んでるダンゴムシもいますし、なんかそういうところに目を向けて、映画の冒頭でスタッフの中井さんがじーって地面見てたかと思うんですけれども、まあああいうふうにふと、まあ、駅までいつものように通勤時間ふと立ち止まって、なんかいつもと違う視点で時間を作って見てみると、案外そういう日常の生活の中、街の中、公園の片隅みたいなところからも生命の不思議に触れる入り口っていうのは身の回りにあるんじゃないかなと、そんな風に、まあ、今 SDGs とかいろんなこと言われてますけど、そういうことを考える大事な入り口っていうのは、まあ、毎日の私たちの身の回りにたくさんきっかけがあるよなっていう風に思っています。で、今日だから今日は町長のなんか紙工作とかも配ったりしてますので、そういうのご家庭で楽しんでいただいたり、あとそのグッズコーナーで今日これ町長のトランプ、町と食草のトランプ七並べをすると卵から町長になるまでエースからキングまで、成長の過程がこう俯瞰できるという、蝶々だけじゃなくて蝶と食草の関係が俯瞰できるといううちのオリジナルのグッズで人気なので、ぜひ、まあ、一度お手に取ってご覧ください。でそれから食草園でっていうキーワードでうちの研究館のホームページ見ていただくと、蝶々と食草の関係の親しみやすいイラストから食草園に入っていって、実際にそこに来る蝶と食草の関係のデータベースを子どもさんでも楽しめるようなグラフィカルなデータベースをインターネットで見てますんで、作ってますんで、まあ、今日映画ご覧いただいてお家帰って自分もお庭にヨモギやカタバミやイラクサを植えて蝶々を呼ぶお庭を作ろうと思われたらですね、ぜひですね、それを参考にしていただければなというふうに思っています。お時間 もう本当に限られた中でだったんですが、この後まだ村田監督は岐阜院にずっといてくださいますので、お話を伺いたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ捕まえて話を聞いてみてください。確かに私も最近アゲハチョウ見ないなというふうに感じていてですね、そう見たいなと思っているところではあるんですけれども、ただ今日子どもたちもたくさん見に来てくださっていて、昆虫が好きだとか植物が好きだっていう人たちがこういった仕事もあるんだなっていう一つのね、そういった道しるべにもなっていくんじゃないかなとも思いますし、また今監督の話を聞いて声を発するっていうことの大切さ、確かに子供が生まれた瞬間におぎゃーって泣く瞬間からやっぱりこう声を発して自分自身を形成していくっていうところもつながっていくのかなというふうにも感じていますし、またこれから食草園のホームページも見ていただきながら、さまざまな活動を皆さんもぜひチェックしていただきたいなと思います。それでは村田英一監督に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。
あのね、私本当にね、私自身研究者じゃないんで、あれなんですけど、ただ、まあ、ある意味編集者みたいなもんで、あのそういう意味ではいろいろと、いろんな方のお話伺ってお答えできる部分も、まあ、編集者の立場からですね、あるとは思いますんで、まあ、ちょっとまあ、ロビーでフラフラしてたら話しかけてみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。